次ちょっとお二人に対してね、はい、来てるやつ。二人に？あ、そうです、そうです。二人？なんかやったっけ、うちら。なんかニコメとはすごくね、いい子ですよ。本当に清純な、うん、そうですけど。二人でお仕事してますから、いろいろと。うん、なんか案件来てますから。設立しました。ね、設立？設立？なんか何か団体を設立した記憶あります？あれですか、あのね、あの、うん、ロスサントスでのですね。そうね、一応通報の内容としては、うん、指定暴力団設立罪という風な感じで来てるんですけど、はい、あれだね、あー、あー、まあ、うん、それはしちゃった。いや、うん、いやでもあれはごっこ遊びだったもんね。そうだ、ごっこ遊びだよ。ちょっとふざけてやっただけ。ふざけちゃっただけ。じゃあちょっとこれ見てもらっていいですかね。はい。なんですか。これのここなんですけど。はい。はい。あなたたちこの顔を見て。やってないって言い張るんですかね、この顔これやった人の顔なんですけど、確実にいや、たまたま人違いですかね。しかも、これあれですからね、ホグチライブなんで。そうなん、ホロじゃないんですよ、ホグチなんで。そう、ホロじゃないんだよ、ホグチなんで。まあ、まあでも目の光の失い方がね、本当にちょっとスイちゃんとか特にやばいんですけど極悪な顔してるな、これおいおい、やっぱメンバーから見てもね、極悪な顔ということでね。じゃあちょっとこれを踏まえてリスナーの皆さんに聞いてみましょうかね。いやでも、いやでもこれはすぐに会社変えましたからね、名前ね。すぐに会社名変えましたからね。そうですよ。何になりましたっけ。なんだっけ、ラマオホグチライブ株式会社みたいな感じで、すぐにね。言えてねえじゃねえか、お前言えてるもん。そうだよね、スイちゃんね、これ前書いたもんね、会議してね。全然もう言えてなかった、今のは。やめて。ということで、出揃いました。残念、悲しいおみこち、スイちゃん。2021年1月9日、21時53分、逮捕。これでも俺はだからこうなったんだよな。なんでだ、俺たちいい子にしてたよな。そうだよ、こっちから案件もらって、もうええのだよ。そうだよ、しっかりビジネスパートナーとしての役目を果たそうとしていたところだったのに。そうなんだよ、やめろ。お前、いろいろ触れにくい発言やめろってはい、じゃあですね、最後にね、一言ずつもらっていいですか。よいしょ。はい、こっちとまぁ、全然自分のね、罪に関しては、なんか、やっぱこの青いやつとは、その比ではないから、ちょっと猫だけは見逃してもらえませんかね。おい、この辺も、この辺、解散だな、リクエスト解散だ。やっぱりビジネスパートナーだったってことか。ありがとうございました。反省してください。出して。はい、ということでですね、いや恐ろしい。やっぱりね、自分がね、釈放されたいというね、心意気がね、言動に現れてしまっていますね。